皆さん、こんにちは。フォーサイト中小企業診断士講座講師の小島と申します。今回、こちらの YouTube チャンネルでは、現在、試験の受験を検討されている方や、現在、試験の学習を進めていらっしゃる方向けに、資格のあり方や学習の進め方について説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、一つ目ですね。 はい。中小企業診断士の概要登録までの過程ということで、まず、すべての方が通過しないといけない内容として、一次試験の合格。これは必須になります。ただですね、その後ルートが2つに分かれまして、二次試験を通過していくルートと、陽性過程ですね。こちらの陽性過程を通過していくルートに大きく分かれます。 多くの人は、まあ、二次試験に合格していくというルートを経るんですが、まあ、一部の方が養成課程を選んでいきます。では、こちら養成課程とは何かというと、まあ、一言で言うと大学院のようなものですね。で、こちらですね、ただなかなか高額なところもあるので、多くの人が選ぶものではないんですけども、ただ一部の人には選ばれているのが養成課程となっています。では、なぜ養成課程が選ばれていくのかというところなんですけども、一つは、 二次試験の難しさというものがあります。二次試験は一次試験と違って完全記述なんですね。しかもですね、答えが発表されていないんです。なので、どのような答案を作ればいいのかというところが発表されてないんですね。なので、雲をつかむような試験と言われているところもあります。もう一つは、二次試験の受験資格なんですが、一次試験に合格した後に2回しかないんです。一つは、その年ですね。 で、もう一回は、その次の年。逆に言うと、この二回で合格できなかったら、また一次試験を受け直していかないといけなくなるわけですね。そうすると、いつになったら中小企業診断士になれるのかというところが、わからないっていうところがあるわけですね。そうすると、上のルートって、ちょっと時間をかかってしまうリスクがあるので、 早く中小企業診断士になって、特に独立したいという気持ちを持っていらっしゃる方に関しては、確実になろうということで、養成課程を選んでいくと。もう一つ養成課程を選ぶ理由としては、養成課程って、そういうふうに独立したいっていう強い意志を持っている方が行かれることが多いので、そこで学んだ期間知り合った人に対して人脈を築くことによって、その後、独立した後にその人脈を役立てることができるという面もあるわけです。 まあただですね、まあ、ちょっと高額なところもあるので、基本的にはですね、二次試験を通過していくわけですね。で、今申し上げたような、まあ、ちょっと難関ではあるんですが、この難関の二次試験を通過すると、ただですね、この後すぐになれないんですね。二次試験って紙ベースの、まあ、試験なんですが、この二次試験というものの中に、口述試験というものも存在します。口述試験は、こちら合格率99%の試験なんですが、まあ、実際にですね、面接官2人、 いるんですけども、この二人の面接官に対してですね、ちょっと聞かれたものを答えていくということもしないといけません。で、それをすることによって、まあ、それで合格することによってですね、二次試験を突破ということになるわけです。ただ、これですぐに登録というわけではなくて、その後さらに、実務従事に15日以上、従事しないといけないというところがあるわけです。では、こう実務従事って何かというと、これは、 企業の、まあ、経営のコンサルティングですね。に15日間携わるということになるわけです。ただですね、こちらって、これって、コンサルティング会社の人とかであれば、日常的に携わる内容になっていますが、一般的な方ってなかなかそういった機会を得ることができないので、そういった人に対してですね、こちらの登録実務補修機関が、実務補修というものを実施しています。 登録実務補証機関って都道府県に中小企業診断協会というものがあるんですが、まあそこが実施しています。で、実務補証というものがありまして、これは二次試験に合格すると案内が来るんですね。で、その案内に申し込むと、実際に申し込んだ人の中でチームを組んでいって、実際に経営者相手にコンサルティング業務に携わるということを行っていきます。で、最終的に15日の実務10時と同等とみなされるわけですね。で、そこまで 要件を揃えて初めて登録となるわけですね。まあ、ただ、やっぱりですね、こういろいろある中で、やっぱ一次試験をどうやって突破するかとか、まあ二次試験、これどうやって突破するのか、というところが、やはり多くの人がつまずいてしまう壁ですし、まあ逆にここさえ突破できれば、そこから先は何とかなると言えると思います。具体的に一次試験、それから二次試験の中身について見ていきましょう。 まず、一次試験なんですけども、計7科目があります。一つ一つ見ていきますと、企業経営理論、財務会計、運営管理、経済学経済政策、経営法務、経営情報システム、中小企業経営、中小企業政策となっています。 これを見ただけですごくバリエーションが多いなと思われると思うんですが、この試験範囲のあまりの広さ、これがこの資格の一つのですね、難しいと言われている原因であります。はい、見ていきますと、合格な条件として、平均得点が60点を超えると。え、合計得点が420点じゃダメなんですかと思うところもあると思うんですが、こちらですね、科目合格の制度があるんですね。 で、科目合格をしていると、例えば、企業系理論は合格しているので、今年はそれ以外の6科目ってなった場合は、平均6科目で平均60点を超えるということは、合計360点取ればいい。こういった関係になっています。ただですね、合計点だけじゃないんです。1科目でも40点未満の科目があると、不合格になってしまうと。合計が超えていても、40点いかない科目が存在した時点で、一次試験の合格を失うと。つまり、足切りがあるわけですね。 合格した科目なんですが、2年後まで免除ということですので、その年に受験したもので、合格した科目に関しては、その翌年度、それから翌々年度のこの2年間に関しては、受験しないことができると。ただこれは、受験しないことができる、受験しないことを選べる権利なんですね。なので、科目合格してるけども、受験しますというふうにやることもできます。では、なぜ受験をする権利が与えられるのかというと、 科目合格の使い方って難しいんですね。科目合格を使って、例えばですね、1科目に絞ったとします。もう残り K 営ームだけにすると。そうすると、K 営ーム1科目が60点超えるか超えないかの勝負になるわけですよね。で、これって実はただ結構リスキーなんです。なぜかというと、この試験って、科目ごとの難易度の変化の振れ幅が大きいんですね。そうすると、その1科目しか受けないということにして、 その1科目がすごく難しくなってしまった場合に、集中して学習したにもかかわらず、60点超えられなかったということが起こり得るんですね。で、これって危険なので、こういった難易度の振れ幅の変化の大きいことを踏まえると、科目合格を利用しすぎて、科目数を減らしすぎることがですね、リスクを増加させることになるという見方もできるわけですね。科目合格制度の使い方結構難しいです。あとはですね、この7科目なんですけども、 7科目の学習の優先順位があるんです。例えば、この学生とかの感覚で言うと、やっぱ苦手科目ですよね。苦手科目をしっかりと勉強していって、で、苦手科目って元々の点数が低いから上がり幅が大きいわけですよね。得意科目って上がり幅が小さいから、苦手科目やった方が点数伸びるよっていうのが学生の感覚とかだとあるわけですね。ただし、この試験は少し違います。足切りがありますから、 完全に捨てられる科目ってないんですけども、ただですね、普通の学生の試験との違いとしては何かというと、この7科目の中で、二次試験と関連のある科目と、二次試験と関連のない科目に分かれます。二次試験に関連のあるのが、この左側の3科目。そして、二次試験に関連ないのが、右側の4科目という形になります。結論から言うと、左側の3科目は、 しっかりとできるようにしておいた方が得です。右側の4科目に関しては、いかに試験に合格できるかという観点で、その得点を調整していくようなイメージでやっていただいたらいいかと思います。やはりですね、この試験ってなんだかんだで2次試験が難関ですから、仮に1次試験突破したとしてもですよ、右側の4科目が得意で、左側の3科目苦手だったら落ちますよね。で、さっきの話の中で、 二次試験って一次試験合格してから2回しか受けられないっていうことになりますから、するとですね、合格した直後の受験っていうのもかなり貴重な機会になるわけですね。そうすると、もう一次試験の学習の段階から、その年の二次試験に合格するにはという考えで、学習を進めていった方がいいわけです。そうすると、こちら左の3科目ですね。この3科目を優先して学習していってほしいわけですね。さらにですね、この3科目の中でも、 こちら財務会計に関しては、二次試験の問題を解く上でですね、この科目に関しては、そこの出る分野に関しては、しっかりと理解しておかないと、解くことが難しいことが多いんですね。逆に、企業経営理論と運営管理に関しては、知識が多少曖昧だったとしても、大事な概念さえ理解しておけば、それでなんとか答案が書けたりするっていうことが多いわけです。そういった意味では、財務会計は、一次試験の7科目の中でも特に力を入れてほしい科目、 で、次に、企業経理論、運営管理。この順番で力を入れてほしいですね。で、次に、じゃあ右側この4科目なんですけども、この4科目は、じゃ均等に勉強しなくてもいいのかというと、そうでもなくて、この中でも力を入れてほしい科目、時間をかけた方がいい科目として、経済学が挙げられるかなと。理由としてはですね、経済学って近年、平均点が高めで、点数を取りやすい。 問題になってるんですね。なので、この科目って、急にですね、その傾向が変わらない限りはですね、学習が報われることが多い。というのが一つ。もう一つは、経済学って当然ですけども、その経済学の用語ばかりなんですね、問題が。そうすると、これって勉強してないともう何言ってるのか分かんないわけですね。まあ、それに対して、例えば、経営法務とかって法律ですよね。で、法律の問題文って結構日常のことが書いてあるんですね。そうすると、法律とか知らなくてもなんとなく答えたら合ってたってことが起こるけど、 経済学って全く分からなかったらそういう風にならないわけですね。なので、経済学はしっかりとこの中でも優先して学習しておいた方がいいっていうところがあります。あとはですね、このホーム、システム、それから中小企業経営政策なんですが、結構最近難易度の振れ幅が大きくて、なかなかですね、学習しても点が取れないっていうふうになりがちな傾向が最近あります。そうするとですね、まあ、この中でも特に例年出てる分野、出る確率が高い部分に関してはしっかり押さえておけば、 足切りは免れる可能性は大きいわけですね。ただ、そこから先どこまでやるのかっていうのは、むしろ他の科目の状況を見て判断していただくというふうにしていただいたらいいと思います。では次見ていきましょう。では次、はい。こちら今回の試験のですね、山場である二次試験について見ていきます。一次試験は科目合格の制度があったと思いますが、二次試験にはその制度はありません。二次試験は常に4つ、 4事例ですね。4事例受けなければならず、そしてこの4事例の合計点での合格というふうになります。基本的にはラインとしては一次試験と同じですね。一次試験は60点平均でしたが、二次試験も同様です。つまり、二次試験に関しては合計で240点を超えられるかどうかというところが合格基準になっていきます。この4つの事例なんですけども、まあ4つ並んでて、まあ映像上では均等に見えると思うんですが、まあ、ただですね、皆さんの頭の中では、 事例1から3と事例4に分けてご理解いただければと思います。まあ、どう違うのかというと、事例1から3って完全記述なんですね。事例文を読んで、この場合何が課題なのかとか、どうしていけばいいのかとか、そういったものを自分の頭で考えて、自分の言葉で答えていくわけですね。まあ、そういったものなので、本当に明確な答えというものが少しないような試験なんです。それに対して、財務会計なんですけども、 こちらは内容的には財務会計の知識が問われていくとで。財務会計の例えば公式を正しく深く使えるかどうかとか、そういった内容が問われてきて、例えば回答欄も数字を答えたりとか、計算過程を書いてそれも加点されるとか、というふうに性質がだいぶ異なるわけです。なので、よくですね、事例1から3と事例4というふうに分けて理解されている。このようになっています。ちなみにこの4つの事例ですが、組織人事、これは企業経理論ですね。 それから、マーケティング流通。これもまあ企業経理論。そして、生産技術。これが運営管理ですね。最後に、財務会計。そのまま、財務会計の内容。というふうになっています。では、申し込み者数と合格率の推移ということで、近年はですね、この数字の重要性が増してきています。まあ、どういうことかというと、 この3年ぐらい前までは、一次試験の合格率というものが、だいたい20%前後で推移していたんですが、こちらの令和元年度からですね、この合格率が30%を超えてきているというところがあるわけです。つまり一言で言うと簡単になっていると言っていいわけですね。次に二次試験なんですけども、二次試験の合格率は大体一定で推移してるんですが、ただですね、 二次試験って、一次試験に合格した人しか受けられないわけですよね。そうすると、一次試験の合格者数が増えるというのは、それはつまり、二次試験の、申し込み者数、そして、受験者数が増えるということを意味しています。その上で、合格率見ていただくと、まあ、大体一定ですよね、こちらね。その結果何が起きるのかというと、申し込み者数が増えた、受験者数が増えた、合格率が一定、つまり、合格者数が、 増加していると,ということで、この状況って実質的に中小企業診断試験が優しくなってきているということを示しています。で、なぜこのようになっているのかというと、一応背景としてはですね、中小企業診断試を国が求めているというところが言われています。それどういうことかなんですが、こちら中小企業白書等を見ているとよくわかるんですけども、皆さん学習された場合は読み込むことになると思うんですが、 結構ですね、現在日本って生産性が下がっていると先。新諸国の中でも下がっていると。で、かつ大企業の方が高くて中小企業の方が低いっていうのもある程度一般常識的に皆さんご存知かと思うんですけども、大企業の方の生産性をこれ以上向上するのってちょっと頭打ちの部分があるんですね。そうすると日本経済を元気にしていくためには中小企業がもっと元気にならないといけないというものが一つ国の考え方としてあるわけです。なので、 そういった中小企業を元気にする人ということで中小企業診断士が求められているということですね。では、なぜ合格率がこのように変わってきたのかというとですね、こちらもこの試験のちょっと特殊な性質がありまして、それが何かというと、先ほど話にもあったんですが、合格ラインが一定なんですね。60%というふうに一定なんです。それに対して、 問題の難易度が年によって異なるんですね。で、その難易度の変化を端的に表しているのがこちらの数字になっています。例えば、赤い部分が10%いかないところ、青い部分が20%を超えているところとなっていると思うんですけども、運営管理とか変化の振れ幅大きいですよね。それから、科目だけで見た時の変化の振れ幅も大きいですが、年度ごとで見た場合の、この色の割合を見ていくと、 なんか右に行けば行くほど赤が減ってきているというのがありますね。実際にこの中小企業診断試験を難しくしていた一つの要因としては、一次試験の科目の中に地雷科目と言われている科目がありまして、もうちょっとしたつけ焼き場の勉強では全く歯が立たないような難しい問題を複数科目において出している。29年度とかですね。で、これが結構当たり前だったんですね。なので、 こう、運の要素が大きくなってきてしまうような、どの科目が得意かであることによってですね、合計点が変わりやすい。というような、運の要素が大きかったんですけども、右に行くと、地雷科目がなくなって、少なくなっているわけですね。これによって、ある程度しっかり勉強さえすれば、受かりやすい状態になっているということになるわけですね。これは、どの科目を難しくして、どの科目を優しくするかによって、全体の合格率を調整してきていたと言われているんですが、こうなっているというのは一つ。 合格者数を増やす方向で難易度が調整されているということが言えます。今回は中小企業診断士についての概要についてお話をしてきました。その中で学習法などについても簡単には触れてきたんですけども、次回以降は個別具体的な学習戦略についてお話をしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 では、チャンネル登録と、あと何か気になることがありましたら、コメントもよろしくお願いいたします。